よそめました直前解説、今週はさつき翔です。よろしくお願いします。まずお知らせです、はい、4月30日日曜日天皇賞春の日に和馬さんをゲストに お迎えしてライブ配信を開催します。そうですね、ライブ配信するんで、うん、4月30日のそれで観覧車を今募集しようと思ってます。なので、はい、観覧したい方はですね、ぜひカスタマーサポートに問い合わせいただければなというふうに思います。はい、そして今週も馬連予想大会開催します。はい、いつもの通りですね、 YouTube のコメント欄と私の Twitter のリプラインですね、馬連一点予想を書いていただいて、的中者の中から、競馬の教科書の、キャッシュバックをしようという、アマギフでプレゼントするんで、ぜひ応募してください。はい、それでは出走馬です。はい、出走馬ですね、18頭ですね、非常に大混戦と言われてるレースだけあって、はい、うん、まあ、一応ね、隠されてない中ではファントムシーフがね、指数 MTP67 ということで、はい、一番人気に押されそうと、あとね、まあ、隠れてるとこがあるんですが、まあね、ほんと60以上の馬がほとんどで、まあね、はい、すごい抜けてる馬もいないので、うん、非常に大混戦なのかなという感じがします。まあ、出てる中でね、2番目に高いのが65のトップナイフというところですが、はい、あとね、弥生賞勝ったタスティエラとかね、スプリングステークス、ベラジオオペラあたりがどの程度、あとソウルオリエンスとかね、このあたりがどの程度の質が出てくるかっていうところはですね、はい、ぜひ、MTP 注目していただければなというふうに思っております。はい、それでは過去の3勝レース見ていきたいと思います。まずは朝日杯フューチューティステークスです。はい、朝日杯ですね、ダノンタッチダウンがこのメンバーからは出走してくると。ダノンタッチダウンですが、はい、カードジョッキーがですね、非常にうまく乗っていて、この日インコース有利な馬場状態だったんですが、うん、中段の上に潜り込ませて、直線もですね、徐々に外に持ち出すといった競馬で2着といった内容でした。なので、勝ったね、ドルチェムアが好意の因なので、まあ、どちらが内容いいかというとちょっと微妙なところはあるんですが、まあ、どちらも、そこまでインコース有利な場面に恵まれたというのがこの2頭と。で、対して、3着のレイベリングは中止と止めを回って3着だったんですが、なので、この3頭でいうと、首差の着差を考えると、一番内容が強かったのはレイベリングなのかなという感じがしています。で、まあ、その内容での2着で、これをどう評価するかというところなんですが、ちょっとね、このね、ドルチェムアがね、実は先週ニュージーランドトロフィーで単勝 1.7 倍かな。で、7着に敗れてしまったり、はい、あとレイベリングがね、この後共同通信杯で惨敗していたことを考えると、うん、これね、ちょっとだからこうやって見ていくと、一つはダノンタッチダウン、今お話したように、うちに潜り込ませた川田騎手の好騎乗に恵まれたよね。かつ、はい、このドルチェモア、レイベリングがこの後他の重賞で通用していないというところを見ると、メンバー的にも恵まれたし、展開的にも恵まれたので、ちょっとね、この、ドルチェモアの先週の惨敗を見る、共同通信杯のレイベリングの走りを見ると、ちょっと買いづらい馬になってしまったのかなという感じがしています。続きまして、ホープフルステークスです。はい、ホープフルステークスですね。ドゥラ・エレーデが勝ったレースです。で、実はこれ、ドゥラ・エレーデが2番手から抜け出したところを、ノップナイフがスローで逃げての、行ったきりの競馬ですね。はい、もう行ったきりの競馬でのワン、ツーということなんで、レース内容としては、本当楽に逃げた展開に恵まれたよねっていう感じがしています。で、4着のファントムシーフは、まあ、負けてるんですが、うちで足を溜めていて、まあ、ロスが、ちょっとスタートで負けしたこともあって、位置を取りに行くのに一つ足を使ったと。あと、4コーナーずーっと蓋をされていて、なかなか出るのに時間かかって、直線でね、外に出した時にはちょっと前が止まらない展開で万事休すという感じだったので、これはね、負けてしまったけど、ちょっと、うちで閉じ込められた分、かわいそうな競馬だったのかなという感じがしています。はい、なので、この内容を見ると、基本的にはファントムシーフの方がちょっと逆転する可能性の方が高いかなと思ってます。で、トップナイフに関しては、この後、弥生賞もそうですが、うまく、好意の因とか逃げる競馬も、非常に競馬が上手な馬なので、うまく立ち回れて、かつ馬場トラックバイアスに恵まれるようであれば少しチャンスがあるかなぐらいの評価でいいかなと思います。なので、まあ、ちょっとね、このレースもちょっと一つ問題なのは、この、3着のキングズレインがこの前残りの展開で唯一外から追い込んできたんですね。でこれがこの後実は毎日試合で全く競馬にならなかったので、まあ、ちょっとそれちょっと体調のせいかなってところもあるんですが、まあ、そういう意味で言うとこのファントムシーフ、トップナイフも含め、さっきのね、朝日杯組も含め、ちょっとね、レベルの比較がしづらいメンバーなので、そこが、今回の皐月賞のそのポイントになってくるかなというふうに思っております。続きまして、京成杯です。はい、京成杯ですね。ソウルオリエンスが落勝したレースです。で、で、いつもの通りですね、グラニットっていう馬が逃げてですね、離したんですが、はい、それをですね、中段の外目を追走して、直線外に出したらですね、馬が外に寄れてしまって、それで、まあ、差し切ったというのは、非常に着差以上に強い内容だったよねって見方ができます。ただ、ちょっと気がかりな点は、やっぱりそのまあ、2、3着前に不利を与えたこともあるし、あと、この9頭立ての小頭数で、かなり弱いメンバーだった
こともあると。で、セブンマジシャンが、この後、まあ人気になって、スプリングステークスで負けてしまっていることも考えると、やっぱりちょっとソウルオリエンス、まあ見方が2つあって、ね、やっぱり着差、この着差を、それも外に寄れながらつけたという意味では立派だよねって見方ができる一方で、やっぱりちょっと弱いメンバー構成、時計も平凡だしね、2分2秒2って時計も平凡である上に、かつ弱いメンバーに恵まれたよねって見方ができるんで、本当今回このソウルオリエンスにとっては試金石の一戦なのかなという感じがしています。あとね、もう一個不安があるとすると、ちょっとね、この時も、4コーナーでちょっと行き足がつくまでに結構、ジョッキーが押していたところもあるんで、今回早いペースになった時にちょっと置かれすぎないかなっていうところも心配もあります。なので、もう前回の勝ちっぷりは非常に強かったけども、さ、果たして今回のメンバー、今回のペースで、どこまで競馬できるかってところがポイントになってくるかなと思っております。続きまして、若駒ステークスです。はい、若駒ステークスですね。ワンダイレクトとマイネル・ラウレアが出てくるとして。はい。で、ワンダイレクトは好意の意味で、もう流れに乗って抜け出して勝ったかなっていうところを、最後、マイネル・ラウレアに、お外から差し込まれてしまったと。で、ペースもかなりスローだった。ペースもかなりスローだったので、そういう意味で言うと、この、着差以上にマイネル・ラウレアの方が強いよねって見方ができます。ただやっぱりそうやって見ていくと、マイネル・ラウレア自体もね、最高峰ポツンと気分よく追走したところもあるので、それに恵まれた感もあるので、まあ基本的にはまあこの内容を見ると、まあ今回はマイネル・ラウレアの方が先に来る可能性も高い、来る可能性が高いけども、2頭ともちょっと通用しない可能性が高いかなという感じがします。まあ7頭でね、ほんと小頭数でかなり弱いメンバー構成だったので、はい、まあそういう比較で言うと、まあ多少マイネル、マイクズルの展開になった時にマイネル・ラウレアを少し抑えぐらいの評価でいいのかなというふうに思っております。続きまして、キサラギ賞です。はい、キサラギ賞ですね。フリームファクシーが勝ったレースです。で、道中ね、これはね、かなり行きたがっていて、で、まあ、なんとかなだめて、カード10機がなだめて押し切ったといったレースです。はい、なので、もうちょっとね、スムーズに折り合いがついてれば、この頭差まで迫られなかったかなって感じがするので、このフリームファクシーに関しては、まあ、力はありそうなので、気分よく、走れて折り合いがつけるかっていうところが大きなポイントだったかなと思ってます。で、折り合いさえつけば、このぐらいの走りをすれば、今回の皐月賞のメンバーでもそこそこ走ってもおかしくない能力が秘めているのかなというふうには思っております。続きまして、共同通信杯です。はい、共同通信杯ですね。これは非常にですね、今となっては非常にレベルの高い一戦です。はい、で、ファントムシーフがタッチウッドが2着なんですが、うん、この4着のタスティエラっていうのがこの後弥生賞を勝っているように、まあその単純なメンバー比較ではここがね、一番で、ほら、さっきお話したレイベリングっていう朝日会3着の一番強かった内容の馬が9着だったりとか、はい、考えると、このメンバーが一番強いのかなって感じは今のところしてます。ただ、レースとしては、これ途中ね、このタッチウッドがスタートでちょっと大きく出負けしてしまって、そしてそれで普段逃げてる馬なので、途中からね、馬が折り合い書いて先頭に立ってしまったんですね。で、それを見る形でファントムシーフも一緒に動いていって、実質はそこからスローペースなので、行ったっきりの流れなんだよね。逃げた馬が2着で、ファントムシーフがかわしただけと行ったっきりの競馬と見るか、ただ途中で折り合い書いてタッチウッドが持っていかれたことを考えると、普通の馬ならあそこで惨敗してもおかしくないよねって見方もできるので、そこはちょっとこのタッチウッドに関しては評価が分かれるのかなと思います。で、タスティエラはちょっと1列後ろの分だけあって届かず4着なので、まあこれもね、能力的にちょっと、まあね、この一馬身4分の1差つけられたのをどう見るかというところですが、もうちょっと位置取りを前にしてればという感じもするので、そこら辺りはこの、ファントムシーフ、タッチウッド、タスティエラの、評価というのはなかなかどれを上位に取るかというのはちょっと難しいのかなと思います。で、感覚的にはやっぱりね、うまく競馬が上手で、楽に抜け出したファントムシーフがちょっと上で、まああとスタート出た時のタッチウッドでちょっと落ちてタスティエラっていう順番でやっぱりいいのかなと思ってます。あとね、この5着のウィーンオーディも今回出てくるんですが、これはね、後方のインコースで足をため直線も一応スクロスない競馬なので、この5着はあんまり価値がないかなと思ってます。なので、まあこのね、一応ね、まあ、どの3頭とも人気になると思うんで、ファントムシーフ、タッチウッド、タスティエラに関しては、そこそこ、評価した方がいいかなというところと、あとね、まあ、タスティエラがこの後、弥生賞出てくるんですが、はい、やっぱりこのぐらいの馬が弥生賞を勝ったように、弥生賞組はちょっとレベルが低く、やっぱり共同通信杯組よりちょっと下って見方が妥当なのかなとか、こういうとこ見ればわかるのかなという感じがしています。はい、続きまして、スミレステークスです。はい、スミレステークスですね。シャザーンが勝ったレースです。はい、シャザーンね、後方ポツンと1頭で最後直線を外から差し切ったんですが、で、2着の湘南バシットがね、この後、若葉ステークスを勝ってるので、メンバー比較的には通用してもおかしくないよねって見方ができるんですが、ただレース見ていただくと分かるんですが、湘南バシットね、直線でちょっと前が塞がって、なかなか仕掛けが遅れての2着なので、まあ、多分スムーズならばほぼ互角だったかなと見ると、まあ、
シャザーンも湘南バシットもどちらもこの 6頭立ての弱いメンバーに恵まれたと見るとやっぱりちょっと皐月賞2頭ともちょっと買いづらいかなという評価でいいのかなというふうには思っております。続きまして弥生賞ディープインパクト記念です。はい、弥生賞ですね。これ先ほどのね共同通信杯4着のタスティエラが勝ったレースです。で、トップナイフがね後位のインにいたんですがなかなかちょっと前が開かずの2着という感じで、はい、スムーズな競馬ができていればタスティエラとトップナイフに関してはほぼ互角だったのかなといった内容です。で、このねやっぱりちょっとこのディープインパクト記念弥生賞がちょっとレベルが低いよねっていうのは実は4着にアームブランシュっていう馬がいまして、はい、これがねあの前残りの展開の中すごい足で追い込んで4着に来てるんですがそれがね1馬身首のね 0.2 差まで追い込んでるんですね、はい、でアームブランシュが実はもう本当あの1勝クラスの特別でも通用していない馬だったことを考えるとこれがこうやって強く見えるってことはちょっとこの弥生賞かなりレベル低いんじゃないのって見方が妥当かなと思ってます。なのでまあこの、ね、3着のワンダイレクトも含め、タスティエラ、トップナイフ、ワンダイレクトその3頭に関してはそこまで高い評価は不要かなと思ってます。でさっきお話したように、まあ、あのトップナイフに関しては、ホープフルステークス2着に残ったように逃げ差し自在な客室で競馬が上手なタイプなのでそういう意味で言うと、まあ、好意のインで流れに乗って、ロスない競馬ができてかつインが有利なトラックバイアスとかいくつか条件がついた時だけちょっと抑えるぐらいの評価でいいかなというふうには思っております。続きまして若葉ステークスです。はい、これね先ほどのねスミレステークス、2着だった湘南バシットが勝ったレースですが、はい、もうこれ非常にスローですね。逃げたラスハンメルが2着に残って、後位から追走した湘南バシットがかわしただけといった内容です。なのでまあ時計もね平凡ですしちょっとレースのレベルも低かったのでそう見ると、うん、この、今回の メンバーでは若葉ステークス組は あんまりちょっと通用しないという見方でいいのかなというふうに思っております。続きましてスプリングステークスです。はい、スプリングステークスですね。これはねちょっと早いペースでした。なんかあのグラニットがちょっと話し気味に逃げて、はい、でそれをホービスケッツがインの3番手で、足を溜めて、2着に抜け出すといった競馬です。それをね楽に差し切ったのがベラジオオペラという内容なので、内容的にはねやっぱりベラジオオペラかなり強かったかなと思います、はい、であとこのホービスケッツは、まあ、逃げない競馬だった割には立派だったよねって見方はできるんですがやっぱちょっとこのレース内容を見るとちょっとベラジオペラには力負けかなという感じがしています。あとメタルスピードはねスタートで出遅れて、3着なんですがこれもちょっと内出しを止めた感があるので、まあ、うまく内出しを止められた感が強いのでそういう意味で言うとやっぱりベラジオペラがちょっと1枚抜けていてホービスケッツがちょっと離された2番手という評価でいいかなと思います。でホービスケッツに関してはやっぱりあの先行力があるタイプなので、まあ、同じようにねあの後位のインで流れに乗ってインが有利なトラックバイアスになった時にどこまでといった見方でいいかなと思います。なので基本はベラジオペラが上位という見方でいいかなというふうに思っております。はい、それではマスター展開はどうなりそうでしょうか。一応ねもうずっと逃げてるグラニットが先手を取ると思います、はい、であのちょっと前回飛ばしすぎてるんですが、これがどの程度のペースで逃げるかによってちょっと流れが変わって、これが飛ばすようだとやっぱり後ろからの馬が有利になるしこれがあんまり離さないで、スローにするようだと前が有利になるのかなというそこら辺を踏まえて馬券を買っていただくのがいいのかなというふうに思っております。それでは一つずつ解説お願いします、はい、1番ソウルオフィエンス。そうですね、先ほどお話したように形成杯非常に、見た目が派手な強い内容だったので、人気になるのは当然かなと思います、うん、でね、あの勝ちっぷりもいいし、まあ、ただ問題はやっぱりメンバーがかなり弱くて小頭数だったよねと。で今回この18頭で1番ゲートで馬込みの中でも生まれる厳しい競馬になりそうなのでそこが対応できるか、あとはさっきお話ししたようにやっぱりあの前走のあのスローな流れでも4コーナーでちょっと手を動かさないと反応しなかったようにやっぱり速いペースになった時にどこまで、ついていけるかそこがポイントになってくるかなと思ってます。ただ2戦2勝の内容ね非常に強いのでまだ能力的にもそこを見せていないので、本当勝ってもおかしくない一頭かなというふうには思っております。2番ワンダイレクト。そうですね、先ほど話してる若駒ステークスでマイネルラウレアに外から簡単に刺されてしまったことでかつマイネルラウレアそんなに強いと思えないよねって考えると買いづらいと。でやっぱりこの馬ぐらいが前回弥生賞で、スタートで出遅れながらも3着の差のないところまで来ていることを考えると、はい、まあ、いろいろ考えてやっぱりちょっと弥生賞組あんまり買いたくないなっていうのはこういうところからも出てくるのかなと思っております。3番グルーネグリーン。そうですね、これ京都2歳ステークスで逃げてトップナイフに勝ってるんですがちょっと後ろトップナイフも含め不利を受けての逃げ切りなので最近逃げる競馬もできないんで今回は苦しいという見方でいいかなと思っております。
4番湘南バシット、うん、先ほどねスミレステークスの2着は、直線の不利がなければ、ほぼ勝っていた内容なんですが、うん、ただまあスミレステークスあと若葉ステークスともにやっぱり若葉ステークスなんかもスローの前残りの展開で後位から抜け出しただけっていうのを見るとちょっと今回はメンバー的にも苦しいのかなとは思っております。5番フリームパクシー、そうですね、これもねさっきお話したように木更井賞は、折り合いをかき気味に、先行しながらも押し切ってるので、はい、力はあると思います。なので、ただまあ今回のがメンバー強くなってるので、はい、同じような競馬ではちょっと押し切れないと思うのでうまく折り合いがついて、先行してどこまでという感じかなと思っております。6番ウィンオーディン、そうですね、共同通信杯先ほどお話したように、うまく内を救っているのが5着なので、はい、まあ、共同通信杯組ね、さっきお話したようにレースのレベルは高いよねとは言いつつも、うん、やっぱこれ買うならば他の1着2着4着馬の3頭を買った方がいいかなと思います。7番ファントムシーフ、そうね、これもね非常に素質が高くて、まあ、これもしかすると一番人気かなって感じがするんですけど、はい、やっぱり一つはさっきお話したようにレベルの高い一番ね、活躍馬を出している共同通信杯を、はい、今年の一番レベルの高い共同通信杯を勝ってる、それも2着に差をつけて勝利と。で、まあ、負けたホープルステークスもやっぱりちょっとスタートでの出遅れと、うん、内で閉じ込められて能力を発揮できなかっただけと見ればその前の 2連勝も強いというところで、まあ、確かにこうやって見ると一番欠点がなくて、一番強そうなのはこの馬かなっていう見方ができるので人気になるのは当然かなと思います、はい、で唯一不安があるとすれば、まあ、そのホープフルセクションにちょっとスタートで負けした時と、あと共同通信杯の内容がやっぱり、途中から出遅れたとはいえタッチウッドとの一択きりなので、その一択きりの流れの2番手追走の、勝利だけで課題評価していいかなっていうところぐらいかと思います。なので、まあ、共同通信杯がレベル高いと思えばやっぱりこれが本命なんでしょうけど、ただ過信は禁物なのは今お話したようにスローの2番手で流れ乗っての押し切りだよねって頭に入れておいてほしいなという感じがしています。8番トップナイフ、そうね、これ崩れなく走るんでね悪くないんですが、まあそれも逃げ差し自在で悪くないんですが、ただやっぱりホープフルステークスは一択きりの競馬で、弥生賞はさっきお話したように、まあ、かなりレースのレベルが低い、まあ、ちょっと不利があったとはいえレースのレベルが低い中での、ギリギリの2着と考えると、まあ実績ほどの能力はどうかなという感じはしています。9番ホービスケッツ、うん、このスプリングステークス組がねちょっとレースのレベルの比較がなかなか難しいところではあるんですが、はい、ただまあ逃げない競馬で前回は、我慢できて、かつ逃げない競馬でも競馬ができた、でかつ2着に残ったというのは立派かなと思います。ただ前回のレースを見るとやっぱり勝ったベラジオオペラの力が上という見方ができるので、はい、そういう意味で言うとこの馬がそこそこ走るためにはやっぱり、後位のインで流れに乗って、かつインが有利なトラックバイアスとか展開の助けが少し必要かなと思います。10番ラスハンメル、そうですね、若葉ステークス超スローの先行なので、まあ、行ったきりの競馬に恵まれたので今回は厳しいでしょう。11番シャザーン、うん、まあ、スミレステークスね、さっきお話したように湘南バシットを差し切ってるんですが、やっぱショート数でねポツンと後方1頭でうまくはまった感が強いので、はい、まあ、それもかつ今回メンバー強化なのでちょっと厳しいかなという見方でいいかなと思います。12番ダノンタッチダウン、まあ、このね先週のドルチェモア見るとねちょっと朝日海組買いたくなくなっちゃうよねって感じなので、はい、でまあね、レイベリングもそうですし、やっぱちょっと朝日海組はもうレベル低いのと、あとさっきお話したようにね、川田ジョッキーがめちゃめちゃうまく乗っての、2着なので、個人的にはちょっとね今回川田でも買いづらいかなと思っております。13番グラニット、まあ、一応ねこれが逃げを打つんですが、まあさすがにねこの馬が残るってことではなく、単純にこの馬がどういうペースを作るかによって、ちょっと競馬の、他にねどの馬が有利になるかっていうのが変わってくるのかなというふうに思っております。14番タスティエーラ、うん、まあね、さっきからお話に弥生賞はねかなりレースのレベルが低かったよねって見ると、やっぱり共同通信杯内容を見ると、うん、勝った馬とファントムシーフとあと出遅れて途中から上がっていった2着馬の方が内容はいい、タッチウッドの方がいいかなと思うと、まあその下ぐらいの評価で、まあ、弥生賞の勝利でそこそこ人気になるんであればちょっとけなしてもいいかなぐらいの評価かなというふうに思ってます。でさっきお話したようにね弥生賞組はやっぱりその4着に追い込んだ馬がちょっとね見てもらえば分かる、成績見てもらえば分かるんですけど、全く通用していない馬なので、やっぱ弥生賞組はちょっとあんまり買いたくないなとは思っております。15番ベラジオオペラ、そうですね、3連勝中で能力的にそこを見せていないと、はい、でもともとね2連勝は先行しての勝利をこうその、ね、前回スプリングステークスは、うん、こう刺す競馬も覚えたので、はい、そういう意味では力があるのかなと思います。なので、まあ、ちょっとねこの枠順なので、まあ、先週の馬を見るとそこまで外が不利ってことはなさそうなので、このままフラットな状態であればやはりこの馬もかなり勝つチャンスがあるのかなとは思っております。
16番タッチウッド、うん、スタートで、ね、出遅れて、ね、途中から持ってかれた割にはよく頑張ったという見方もできるので、はい、今回スタートを決めてそれこそ、グラニットを行かせて離れた2番手とかで前残りの展開になった時には、はい、タッチウッドの残り目にも注意が必要かなと思っております。17番メタルスピード、そうですね、前回でスプリングステークスでちょっと負けすぎなんでね、このメンバーでは苦しいでしょう。18番マイネルラブレア、うん、まあ、2連勝でね能力的にそこを見せていないのは悪くないんですが、うん、ただやっぱりね前回は最高峰ポツンと一頭でハマった感もあるので、まあ、この馬が来る時にはやっぱり外差しがかなり有利な展開とかトラックバイアスになっている時にちょっと抑えぐらいの評価でいいかなというふうには思っております。はい、以上18頭となります。それでは最後に見解をお願いします。そうですね、さっきお話したように、まあ、グラニットがどのぐらいのペースで逃げるかにもよるのと、あとトラックバイアスが、ね、どうなるかにもよるんですが、やっぱね、あの負けていないソウルオリエンスと、このねベラジオペラの2頭はやっぱり力がありそうだなというところと、あとはやっぱりレベルの高い共同通信杯組、そこを、うまく踏まえてですね馬券を買って、ちょっとねまだね僕も正直予想を決めかねているところなので、はい、今あのはっきりした見解答えられないんですが、非常に難解なレースですが、今お話したように実は弥生賞組がレベル低いよねと、あとは、共同通信杯がレベル高いよねと、あと負けてない3 2頭強そうだよねってとこから組み立てていくと、はい、答えは見えてくるのかなというふうには思っております。最後手塚さん、生まれ一等予想。はい、私の予想は、15番のベラジオペラから、16番タッチウッドで行きたいと思います。はい、あ、なかなかいいですね。だから、うん、はい、まあ、タッチウッドはね、本当スタート出ればもうちょっと粘るかなって感じもするんでね。はい、で、かとね、あと内側ごちゃっとした時に外もね、この今のババならそんなに悪くないかなって感じもするんでいいかなと思います。はい、以上、今週は皐月賞の直前解説をお送りしました。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次週お会いしましょう。